アゾビ水素ブチロニトリル、アゾービーズは有機反応未剤の一種で、プラスチックやゴムの発泡剤やラジカル反応の開始剤として用いられる。略称として、アイビエンと呼ばれる。また別名としてアルファー、アルファーアゾビ水素ブチロニトリルと呼ばれる場合もある。アイビエンはアセトン、硫酸ヒドラジン、シアン化水素を原料に合成され、ラジカル開始剤に利用される。 また、重脂の発泡剤として利用されることもある。IBN に起こる反応で、最もよく利用されるものは、窒素ガスと2個のニシアのマイナスにプロピルラジカルへの分解である。単独で分解させた場合は、ラジカル同士で再結合し、2、2、3、3テトラメチルスクシの字に取リるとなる。隣接するシアの元の電子吸引きの寄与により、分解で切断される炭素。 窒素間の結合エネルギーが低下していることと窒素ガスの生成がエネルギー的に有利であるためこの分解反応は熱または光により容易に起こる。そして95摂氏104度に加熱して熱分解させる場合が多い。摂氏60度における半減期はおよそ10時間である。生成するラジカルはさらに誘導分解しがたく、生成した位置にラジカルが止まるという。 ラジカル開始剤に適した性質を持つ。それゆえ、ラジカル10号やウォールチーグラー反応などのラジカル反応の開始剤として汎用される。例えば、スチレンと無水マレイン酸とのトルエン溶液をアイビエンの共存化でゆっくりと加熱するとポリスチレンが得られる。アルケンを中華水素でラジカル的にヒドロ収束化したい場合もアイビエンなどのラジカル開始剤が加えられる。 i b ンは同様にラジカル開始剤として用いられる加酸化ベンゾイルよりも爆発の危険性が低いために安全とされている。しかし熱による自己分解性及び自然発火性には注意しなければならない。i b ンはメタノールやエタノールに溶けるが水にはほとんど溶けない。アセトン溶液で爆発した事例が知られる。霊安書で遮光保存するが 発生した窒素ガスで内圧がかかることがあり、開栓時には留意が必要である。IBN から生成するテトラメチルスクシノジニトリルは極めて毒性が高いことが知られており、米国産業衛生専門家会議の勧告における許容濃度はシアン化水素の約1、10である。従って取り扱いには呼吸装置や粉塵マスク、保護手袋、安全メガネの使用が望ましい。 IBN 自体の毒性は LD50 が 100mg、kg である。消防法において第5類危険物であるアゾ化合物に属する。毒物及び劇物取り締まり法により有機シアン化合物として劇物となる。ありがとうございます。